いやナタが楽しみになってきた。ナタ楽しみすぎるほんまに。早くナタ来てくんねえかな。もうナタなんだな。なんか原神やってからマジで1年があっちゅう間に流れる。ほんまに稲妻、ついこの間稲妻の気分だから私。いやマジ冗談抜きで。いやーよう耐えたくね。モンドとリーウェイだけでさ、ずっとさ配信し続けたあの頃がもうマジで懐かしい。もうね、その時人活簿もねえし、人活簿もないし七星召喚もないし、何してたんだろうな。ずっとだから今私昔今もさたまに探索ルートずっと回って配信してるけど、あの探索ルートをずっと回って雑談してた。今考えたら立ち狂ってるな。原神もでかくなりましたね。スラヌコ、いやーマジ新エリア、この瞬間の嬉しいよ。ちょっと涙出てきたかも。ナタでまたみんな帰ってくるかね。まあ、帰ってくるかさすがに。ナタの探索の PV 出てたよね。なんかめっちゃポケモンみたいな世界観だった。楽しみ。結構ナタ綺麗なんだよね。初めの頃ってそんな何もなかったのか。なんもなくね。なんかあるっけ。え、何してた？モンドとリーウェしかない時。まあ、人活簿が来たのがバージョン 1.5。だね。まあ、でも 1.5 で始まったばっかの人活簿って特にやることなかった。なんか今の調度品のマジで10分の1、100、20分の1とかマジそういうレベルでしかなくて、言うて楽しかったけどな。七星召喚もないし、なんならイベント何もやってない期間とかあるからね。今イベント絶えず何かしらやってるけどさ、イベントやらなきゃね。イベント何もやってない期間とかあるんだよ。いいよな。いやゲーム始めたらなんかずっとイベントやってるっていいよね。原神はサービス始まってから1週間くらい何もイベントなくて、初のイベントが元素クルーシブルだったんだけど、マジでその時何もなかった。スメール出るあたりで参入したからな。みんないつ原神始めたん？ちなみにスメールから始めた人は結構多いと思うけどね。いや当てていい？個人的に私のリスナーで原神始めた人はタイミングが多いのはバージョン 3.4 だね。バージョン 3.4 で一気に人増えた感がある。なんでか分からんけど、クータオに釣られたのかな。クータオ可愛いもんな。なんか私の YouTube 原神見てきた感じ、 3.4 はかなり人がって増えたイメージある。なんか 3.5、3.6、3.7 でやっぱ一気にちょっと落ち着いたけどね。怒涛の砂漠ラッシュで。あーやっぱスメール多いね。 5.5、 おい未来人おるって。バージョン5はナタなんだよな、ちなみに。アルベドが2回目の復刻したとき。これっていつだ？アルベド初実装 1.2。あ、2.3 か。アルベドが2回目に復刻来たのは 2.3 のドラスパーイベントだね。あの、偽物のアルベドの話ね。ウータオのラップ。それ 3.4 やな。ダインスレイブめっちゃ強いよ。おい、マジ未来人いるって。おい、ダインスレイブの性能。ラインスレイブちなみに何元素なんすか？じゃあ未来から来たならちょっと教えてくれよ。何してるんだろう。あのラインスレイブが来るまでガチャキンっていう名前で活動してるツイッターアカウントさんいるよね。今もガチャキンしてんのかな。でもガチャ禁止縛りだよね、やってること。ヌビレット実装の時 4.1 ね。いや原神はいつだって始め時だぞ。ちなみにスカークめっちゃ楽しい。いや、スカーク来たら、課金しなあかんな。スカークちょっとレベチで、デザインいいから。エーテル元素。全ゼロやん。そうなんだよな。エミリエはね、元素スキルの、設置物、ランプが、スナップショットするかどうか。これがもう一番大事です。エミリエの話しながらやるか。ね、エミリエは元素スキルが、これ設置スキルで、燃焼反応を起こすことで、なんかランク2のねランプになって、まあ、与える草元素が増えたりダメージめっちゃ上がるって感じで、まあ、燃焼と絡ませてくださいみたいなスキルなんですよ。でまあで攻撃力でエミリエは特に HP 使うとか熟知使うとか防御力使うって書いてなかったから、まあ、攻撃力使うんですよね。まあ、攻撃力使うキャラは攻撃力使うって書かないかな。まあ、エミリエは攻撃力使うキャラだと思います。だからベネットと合わせたい。ベネットの元素爆発の上でエミリエがランプを置いたら、まあ、ずっとそのまま攻撃力上がったままで固定できるかどうか。
ここが一番のポイントですね。かな。え、まあ、あとはね、ちょっとやばすぎる固有テンプが一個あってね。これね。固有テンプ余暇。これがやばい。あの、燃焼反応を起こすと、方向が集まります。2秒に1回方向が集まる。で、ランク2の、になってるランプが、方向2つ集めるたびに、600% 分の草半、幻想範囲ダメージを与えるっていう、これやばい。この固有テンプ1個目。うん、この1個目の固有テンプが、とにかくやばくて、600% ってそこら辺のキャラの幻想爆発ぐらいありますからね。で、4秒に1回幻想爆発のダメージぐらい入っちゃうっていう、激ヤバ固有テンプがあって、これ見た時点でなんかもう弱い気はしないよね。もう強い、もう強い気がするね。で、しかもこれスキルダメージとして見なされないので、黄金4セットもダメ。エミリエは黄金4ダメなんで、まあ、なんだ。やっぱアリシヒ？アリシヒじゃねえわ。なんだっけ。焦げられなかった思いか。エミリエのモチーフ生物って言われてたやつよね。これだよね。遂げられなかった思いは、まあ別になんか、通常攻撃限定とかスキル限定とかそういうの関係なく、とにかく全部にダメバフ 50% じゃん。まあ、だから、スキルダメージとみなされなくてもダメバフ入るから。まあ、この固有テンプを見た瞬間、あ、遂げられなかった思い使ってねってことですねって判断しました。まあ、森林4か遂げおも、遂げおもじゃねえ。森林4か遂げおも4やね。ですかね、エミリエは。まあ、あとはナタで追加されたキャラクターが、まあ、炎で、まあね、一気に攻撃力環境が来て、そしたらエミリエの評価もめちゃくちゃ上がりそう。ワンチャンキニチが相性いいかもしれない。まあ、可能性としては否定できないけど、どうなんだろう。あ、でもまあ、タイミング的に攻撃力使いそうな気はするけどな。いや、キニチがさ、まあ、草元素キャラクターで、まあ、こいつ発表タイミング的に星5か星4かわかんないんですよ。まあ、どうなんだろう。で、見た目的に、見た目だ、まあ、こいつがヒーラーだとちょっと、わーってなるし、まあ、サポーターかも、まあ、サポーターかヒーラーかとか、アタッカーかとか、まだわかんないけど、まあ、バージョンの最初に追加されるキャラって大体アタッカーなんですよ。神里、綾香、ヨイミヤ、ヒナリ、リネ。まあ、みんなアタッカーやしね。だったから多分こいつもアタッカーだと仮定して、まあ、草元素のアタッカーってなると激化が思い浮かぶけど、どうしているか、まあ、アルハイゼンとかティナリがいてね。で、ナタで攻撃力の、多分ナタって攻撃力なんで、まあ、スメールが熟知で、フォンテーヌが HP で、ナタが攻撃力だと思うから、まあ、ナタで追加される草のアタッカーは多分熟知じゃなくて攻撃使うんだよね。ってなったら、まあ、ベネットと合わせたい、エミリエとも合わせたいってなるから、まあ、ワンチャンキニチのために、まあ、キニチが燃焼と相性いいキャラで出してて、まあ、キニチと合わせるために、エミリエ引くっていうのも、まあ、ありだよね。でもこれに関しては正直わかんないかな。なんかキニチがエミリエとめちゃくちゃ相性いい可能性をケアしてエミリエ引くってことになるよね。キニチ推しの人はエミリエ引いといた方がいいかもしれないっていう話です。あ、そうそうそう、だ、倍率で殴る可能性が出てくるね。結構でも倍率で殴るキャラって結構いるんだよな。草元素で倍率で殴るキャラっていうと、まあ今んとこキララだけだけど、キララがね、激化使うっていうよりかは、爆発が倍率 1000% っていかれてるから、あの攻撃力ちゃんと上げて元素爆発使ったら8万とかで、ね、ベネットとか合わせたら10万ダメージとか出ちゃうし、あと地味なとこ行くとね、草主人公もね、結構実は倍率高いんですよ。いや、草主人公が信頼感度つって設置して、でこれが炎に触れると大爆発するんやけど、ボーンつって。すぐ消えちゃうんだけどね、設置したやつ。でこれ倍率 700% あります。高くね？ 700% だよ。だから、まあ、キニチもワンチャン炎と絡めたこういう感じで攻撃力の倍率高めみたいな、倍率高くて攻撃力使ってねパターンは十分あると、まあ、ナタで来るガチパーティー、ナタって多分こっちの方だよね。ナタで追加されたキャラで組むガチパーティーは、まあ、炎の神様マービカ、マービカベネットマービカベネットキニチエミリエとかありそうじゃない？炎の神様マービカと、もう一人の炎の神様ベネットと、まあ、なんか燃焼アタッカーでキニチがワンチャン強くて倍率高いキャラでキニチ合わせて、で、エミリエがなんかいい感じで草火力出してくれてみたいな未来もあり得るわけで。で考えるとやっぱ確保一択な気がする。やっぱ確保一択っていうか、まあ、私は確保するわ。君らは任せる。どうなんだろうね。でも神様サブアタッカー多いしな。炎元素のサブアタッカー、今シャンリンしかいないから、マービカが、
チャンリーみたいな感じで戦うキャラにデザイン、私ならデザインするけど、炎の神2人、ただし最強あ、ありえると思う。お前、私と勝負や。ペロ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 。あー、いいねー。いいよー。あー、恥ずかしい。バイバイ。